第七宇宙の諸君、見たまえ。さあ、ここが最後だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが。ああ、お前は孫悟空。いい頃合いだ。もう最後はこの俺が決めてやろう。全王を倒す者、海王神を、破壊神をぶっ潰す。俺は究極だ。宇宙そのものなのだ。
出るか京と出るか。君のすべてを。いい姿になったじゃないか。こいつが完全体か。どうやらとんでもねえ化け物のようだな。君からは危険な香りがする。これ、罪のねえものを次から次へと殺しやがって。強い相手を求めて常に飢えているな。この俺と渡り合うとは大したやつだ。だが分からん。それほどの力なら全王を倒せる。俺と共に人間の自由のために戦うのだ。そして人間の真の自由を手に入れる。俺たちと夢を見よう。最高だろ。余計なことをするな。おめえの好きにさせるわけにはいかねえんだ。ん？なるほど。まったくサイヤ人ってやつは。らしくないな。最強になりたければ力をやるよ。だが所詮その程度、神の力には及ばない。戦わなくてもわかる。やっぱただもんじゃねえな。面白えことできんな、おめえ。根っからの悪人じゃなきゃいいライバルになれたのよ。やっと戦う気になったか。ここで勝負をつけてえとこだが。そうか。次の行き先は決まったな。来い。